ブル中野のブルチャンネルはい、ありがとうございます。えー、前回、えー、一人喋りを撮った時に、貴、え、重、ー、なコメントをいただきました、えー。化粧した方がいいんじゃないかっていうことで、あのー、それ読んだ時ね、本当だなと思って、ちょっと私も忘れていたことがあったんで、今日はあのー、その話もしたいのと、しっかりと化粧をしてきました。 化粧ししましたたす、えー、するの当たり前ですよねもう本当に55歳でねあの人前に出せるような、えー、あれではないんですから肌もね大変なことになっていますんででもねその,あのコメントを読んだ時にねあの本当にありがたいなって思ったのとあと1個思い出したことがあって、えー、私がね、えー、化粧をその。 会社に入って全日本女子ロレスの会社に入って初めてしたっていうのがあのデビュー前にちょっとこう前座とかでリングに上がるようになったらお客さんの前にリングに上がる時には化粧をしなさいっていうのを先輩に言われてたんだよね。それで、えー、っと私は4月 えー、中学卒業して15歳で4月に入社をしてそこからね5か月かかっちゃったのかなデビューするまでに、えー、他にね、えー、先にもうデビューした子たちは3人いたんだけども私と小松美香と、えー、柳下正美あのボンズだねあのトミーランね、えー、3人が、えー、とずっとデビューできずに5か月目9月の20、えー、後半かかなんかにデビューは決まってたんだけどその 1>, 1週間とか2週間ぐらい前から前座で、えー、こうちょっとこうリングを慣れるように、えー、試合っていうかスパーリングみたいのでリングに上げてもらってたんだけどもその時に、えー、デビュー戦から化粧するのかなと思ったんで、えー、前座の時には化粧しないでリングに上がっちゃったんだけどもその時に先輩たちに「あのー リングに上がる限りはもうお客さんの前に出るんだから化粧しなさいっていうことで、えーっとまあ、15歳の,その9月ぐらいに5か月目ぐらいに、えー、じゃあ化粧道具どうしようかって言ってあの同じね同期の寮の部屋は小松美香っていうニンニンだったんでニンニンと2人で目黒の下目黒の事務所から目黒の駅の駅ビルかな駅に隣接してるなんかデ,デパートっていうか。 スーパーみたいなのもあったと思うけどデパートに初めてその2人でね化粧品をね買いに行ったんだよね。でその当時はやっぱあの今みたいに100均とか例えばダイソーとかキャンドゥあのセリアとかがあれば本当に100円でファンデーションも買えるしあの眉毛アイライナーとかねこういうのねあのアイシャドウとかも全部買えたとは思うんだけどもあのその当時はね一番安いやつがね あのチフレっていう今ねライトつきましたけど <laughs> チフレっていうあの化粧品かなそれが一番安かったのかなあのえー、っとねわかんないけどなんか300円とか500円とかで買えるような感じだったと思う例えばファンデーションが500円とかこういうあの,アイ,あのアイライナーとか あのアイシャドウとかがなんか300円とかっていう多分その当時にしたらすごく安いやつだったと思うんでねそれと、えー、口紅を買ったのかなでそれであの、まあ、寮にね持って帰ってでじゃあちょっと練習してみようかって二人であの小松美香ニンニと一緒に寮の部屋で鍵を閉めて,あのなんてなんか多分恥ずかしかったのかな まだデビューもしてないのにあのこうなんつうんだろう化粧の練習してるよとかってもし誰かに見つかったりとか思われたら嫌だなと思ってなんか多分二人とも恥ずかしくて、えー、寮の部屋の鍵を閉めて二人であの化粧をしたんだよね。で、まあ、もちろん多分変な感じだったと思うし、えー、っとなんかこう多分ファンデーション真っ白に塗ってあとは眉毛なんとなく太く描いちゃって。 でなんかねあの当時柳美由紀さんが、えっと、口紅はなんか赤っぽいやつにし,しなさいよみたいな感じで多分昔の人はみんな赤っぽい感じだったとは思うんですけどだからちょっと赤,赤すぎてもちょっとこう派手だなっていうんで多分なんか紫とか,なんかピンクみたいなのを買ったんだと思うんだけど、えー、2人で化粧して。 あの「ダメだね変だね」なんて言いながら笑いながらあの練習をしてたらあのトントンってねあの寮の部屋ノックされて、えー、でもノックしたら多分絶対に道具しかいないんだよねあの寮にいるのは、まあ、道具だけなんででトントンって言って「入ってこい」ってしたんだけど鍵が閉まってるから「えっ?」っていうことになっちゃったんだよね。でその当時 えと先にデビューした組とやっぱ私たち遅いデビュー組はちょっとあんまりあの仲が良くなかったっていうかやっぱり初めにねデビューした人たち,人たちはもうに対して私が多分「なんだよちくしょうみたいな感じもあっただろうしまだデビューできないのっていう感じのこうなんつうんだろうちょっとこう同期でもそういう感情があってこうあんまり仲良くなかった、えー、時期だったんで。で あちょっと待ってトントンってやられてガチャガチャってやられちゃったんだけどちょっと待ってねって言って急いでニンニンと2人であのティッシュかなんかでわーって化粧を拭いてでもう大丈夫だよねって言って外に出て「何?」って聞いたんだけどその時にはもうその用事は終わってたっていうか終わってったというよりも一体何の用事だったんだろうっていうことでその場は終わったんだよね。そして で次の日にもう巡業あの、まあ、行くんだけどもあの、まあ、化粧道具持ってよし今日から前座で化粧みたいな感じで行くんだけどなんかこうなんだったらバスに乗った時だったのかなちょっとなんか雰囲気がおかしくて、まあ、大体雰囲気がおかしいんですけどでも別に何も悪いことしてないしなんだろうなと思ってたらあのちょっと二人って呼ばれてあの昨日寮で。 タバコ吸ってたでしょっていうことになっちゃってたんだよね。あの鍵を閉めてたから中で何かをやってるんじゃないかっていうふうに思われて結局タバコを吸ってたっていうことになってて <laughs>、なっててというかあの吸てないですって言って。で なんかまたデビューもしてないのにそんなことしてってもし万が一あのそれが本当だったらあなたたちそんなデビューする資格もないよっていう感じではまあ怒っていただきで,でも本当にタバコ吸ってないしただただ何つうんだろう恥ずかしかったっていうかデビューも前なのに化粧の練習なんかしちゃってちょっと浮かれちゃってる自分も恥ずかしかったのかな。だからこう 言えなかかっったたんだよね、何をしてたかっていうことでまあ、そこではとにかく平謝りに謝ってああんかそっかただ単に自分が恥ずかしかったからあの本当だったらち違うんです化粧の練習したんですって言えば言いたいのことだったんだけどそれを <laughs> 言えずになんかこう何だったんだろうねあの時の気持ちっていうのはななんかうん。 浮かれちゃってるかかさののが嫌だったのかななんかそんな感じであの先輩にも本当のことを言えずに、えー、ずっと怒られたっていう思い出をね <laughs> そのこないだの,の,あのコメントを読んだ時に思い出して <laughs> 懐かしいなと思ってなんかあのでもやっぱし後になってみて「やっぱりそうだよなお客さんの前に出るのにあの素顔で」 そのまあ、当時はね、15歳だしまだ若いし肌も綺麗だったと思うからまたいいんだけどもやっぱり何でもなそうだったとしてもお客さんの前に出るんだったらしっかりと化粧をしなきゃいけないっていうのは本当に先輩の言う通りだし、えー、特にねあの、試合をお金を払って見に来てくれてる方たちに対してあの、ね、汚い顔を見せるのは良くないと思うからあの、ね、やってた方がいいと思うそれをね忘れちゃってたんですね、私ね、そのコメント見るまで本当に。 そうだよな、だってこれみんな見てくれてるんだもんね少な,少なからずっていうかあのたくさんの人が見てくれてるんだからちゃんとしなくちゃいけなかったしなんかこうあのだらけちゃったというか甘え始めちゃったのかなっていうかねみんなに対してねあのちょっとこう親近感を持ちすぎてしっかりとしなくちゃいけないところをしなくなっちゃったのかななんて思ったりとかしながらねまあそれとあの並行して私 あのね、10万人目指して頑張っていますなんて言ってんのにあのこの間なんで本当にあにこれからもちゃんとしっかりとあの、ね、そのやっぱり前女で教わったことはずっと覚えてるし振り返ってみてもあんましあの、まあ、間違ってることばかしだったけども間違ってないところもいっぱいあるんでねそれがちゃんと今になってもあの役に立つっていうか。 しっかりと教えてくれた先輩たちのことをあのしっかりとあのまたね身をもってあの思い出して気を引き締めてやっていかなきゃいけないなと反省しましたあのねちょっとの、まあ、10分とかね15分で一人喋りいつもやってるんだけどまあちゃんとそのためにもしっかりと化粧をして。 え10分の動画を撮るのに15分かけて化粧して <laughs> あのこれからも頑張っていきたいと思いますね10万人本当に目指してあと3,000人ぐらいになったんで、えー、これからも頑張っていきたいと思いますちょっとねアメリカ進出とかもできたので、えー、あっちの方でもねあの登録してくれるあの、まあ、人がいたりとか、まあ、そう発表できる場所があったりとかすればそこでね、えー、アメリカの方にも見てもらったりいろんな、まあ、世界中の人に見てもらえるようになれればいいなと思ってます はい今日はね本当にお客さんに、えー、コメントに感謝した、えー、動画でしたありがとううんあのちゃんとこあの肝に銘じてこれからもきちっとやっていきたいと思いますプルチャンネルよろしくお願いします